続いてはアメリカ橋と暴れ太鼓をお送りします。演奏はハープエコーの皆さん。最初の曲は作詞が山口洋子、作曲平尾正明、山川豊さんが歌ったアメリカ橋です。指使いもリズムもとても難しく、初めは全く弾けませんでしたが、練習をするうちに何とか形となってきました。今日はリズムに乗って楽しく弾けるよう頑張ります。アメリカ橋は東京山手線の恵比寿駅と目黒駅の間にある五線橋という名前の橋の通称で、正式名は恵比寿南橋です。アメリカで開催された万国博覧会の展示品であった橋を買い取って作ったことからアメリカ橋と呼ばれました。Thank you.